嬉しいです。ありがとうございます。はい、じゃあ、改めまして、はい、私たちの今年の目標、やっぱりメジャーデビューするということも目標です。はい、それとメジャーデビューと、あとはワンマンライブですね。うん、長崎でも新潟でもワンマンライブをやれたらいいなと思っています。はい、頑張りますのでよろしくお願いします。よろしくお願いします。それで、うん、個人的にはね、うん、もう一つあるんだよ。何何何、うん、ですね、なんかもう歌ってる時にすぐ泣くんですよ。もう多分東京ではよくしょっちゅう泣いてるんですけど、なんだろう、ね、感動して、そう、なんかやっぱり長崎では、うん、なんかね、今日もそうだったんだけど、すぐ泣きそうになるの。なんかやっぱりこうやって来てくれてる方の中で、うんうん、久しぶりに会えた方とか、うん、友達だとか、うん、あとなんかやっぱりこうお世話になった、思わず込み上げてきちゃうね。もう本当に今日も恋心の時どうしようかと思ったぐらいなんですけど、よかった、泣かなくて。でも泣いてもいいと思う。それがまた、いや本当に嬉しかったです。共有できるじゃん。やっぱりね、はい、でもちょっとずつ、今年ね、私も10代最後の年なんで、はい、まあ、20代になるにつれて大人になって、うん、精神的にも大人になっていけたらいいなと思っています。まゆみちゃん何かありますか？私は、うん、成人式を迎えたので、これからは育てていってくださった、うん、の両親とか、うん、親族とかにどんどん大返しをできるような大人になりたいと思います。うん、それ で、 いいですね。新潟 の、 木があって、新潟の木、生えてる木、あ、うん、柳の木がシンボルマークなんですよ。うん、なんで、うん、雪にも折れない、負けない柳の木のような柔軟な女性になりたいと思います。かっこいい。はい、じゃあお互い柳の木のように、私は泣かないように頑張りますんで、どうぞ応援よろしくお願いします。それでは持ってこいコールありがたく、受け取りましたので、私たちからも返していただきます、返したいと思います。私たちのファーストインディーズシングルから聴いてください。ビタースイート、クラップお願いします。
は新年1回目ということで、はい、どうなることかとドキドキしてましたが、おなんか成功したみたいでよかった。はい、みんな温かくて、はい、本当に盛り上げてくださってありがとうございます。ありがとうございました。これからも頑張っていくんで、2015年もどうぞビタースイート応援よろしくお願いします。よろしくお願いします。以上、歌